ばんは、お疲れ様。島川引退いやー、わけわからなくなってきたな、本当にきついよな、なんかこういう、もうグダグダやな、本当に。去年からやろ、去年から本当グダグダになっちゃったな。なんやろ、ラレアルからなんか資格でも放り込まれたんか、内部崩壊のプロみたいな人送り込まれたんかな、わかんないけど。まあ別に今日はボルティスの話をする回ではないんやけど、あの山形サポの人にはちょっと言っとくと、ボルティス今、徳島ボルティスちょっとやばいことになってんだよ、本当に。今 J2 最下位で、おととしまで J1 2021か、ごめんな、3年くらい前か、3年前は2021シーズンはあの J1 にいたんですけど、もう2年後に落ちて、でもうこんな感じになっちゃってるんでもうグダグダですよ、ね、あので吉田拓磨が解任されたんですよね。であとプラス岡田本部長っつって、あのこれまでのこのリカルド・ロドリゲス翔平しかり、ポヤトス翔平しかり、まあ、そのスペイン流の、あとスペインとのこの何コネクション作りだったりとか、あといろんなこの指導メソッドの取り入れにあの尽力した人が、まあ、いなくなってしまったよ。そうで今日まあ、新しくあの暫定監督が発表されたんですけども、新しくその強化部長に就任した、本部長ね就任した、あの岡田さんがいたポジションに就任した人が、今年から、徳島ボルティスに入ったばっかりのクラブ、謎のクラブアドバイザーっていうポジショニングの黒部さんっていう人なんですよね。そうでその人がなんかこう池谷さんだっけ、忘れてたけど、そうの上のポジションに就いたっていう、そうすごいよね、なんかそのきな臭くない、ほんとこの辺やばいよなめちゃくちゃきな臭い状況になっていて、うん、でまあそういったことが発表された後に、今日まさかの島川が引退という、まだまだ全然できる選手だし、なんならこの間もね全然ピッチ出てたんですけど、フィールド出てたけど試合で取ったんやけど、急遽引退発表ってことで、いや気持ちは、結構島川を攻めてる人も結構いるらしくて、あのいやチームほったらかしているんかみたいな、わかる、その気持ちもすげえわかるし、実際そう取られてもおかしくないよね、あの結局契約残したまま勝手にこのタイミングで引退っていう、前代未聞ですよ、このタイミングの引退っていうのはなかなかないよね。あの若い子がさ、ちょっと実力がもう足りなくて契約取れなくて、あのシーズンオフ、シーズン始まっちゃってもう間に合わねえみたいな感じで、もう新しいチームは探すのも諦めて普通の就職しようってことで引退するのは分かるんだけど島川はそうじゃないから、明らかにこれ吉田達磨さんの後を追っての引退だよね。だからその今やってるサッカーだったりとかチームにもう希望を見出せなくなって、もう俺も辞めますという感じの引退に見えるから、実際はどうか分からんよ、分からんけど、島川引退本当に闇感じるよね、だいぶ闇ですよこれマジで。いや相当やばいボルティスだ、多分これ、いやでも山がどうなる、まあ山がよりは選手の質は高いとは思うけど、なんかね、なんか落ちそうな気もするよね、なんかすごく似てるんですよね、中盤の質はもう圧倒的に山岸のあの時より上なんですけど、まあセンターバックが不安定なところしっかりだったりとかな、いやーなんか結構主力出てったところだったりとか、大胆な刷新とかはしてないんですけど、なんかだいぶやばそうな感じですよね、山岸と似た雰囲気をすごく感じますよねはい、っていうことがあったっていう話ですはい、テレンコバンコさん、テレンコバレンコさんお疲れ様です、モジャチャンネルさん、徳島への批判と島川への批判が止まらなくなった模様、こんばんは、鈴木さん、山川に関しては目かけ方が悪かったのと、山口くんが、岐阜サポ煽った挙句負けたから、ね、あれ煽っとったん、結局そのゴール決めた後あれ間違えちゃったんじゃないですか知らんけど、緑やから間違えたんじゃないか、違う
テンション上がっちゃって。トモヤム君さん、こんにちは。ケイさん、こんにちは。いやー厳しいな。いや引退コメントがその短かったよね。だからその感謝をこう伝えるとかでもなくて、だからめちゃくちゃなんか切れてる感じでしたよね。切れてもうこれ以上もう何も残すことないと、もうこれ以上できることないみたいな感じで、まあ、諦めに近いようなコメントだったから、いやこれ相当闇深いなと思った。本当に厳しいね。まあ島川別に今回ここで話すような内容じゃないからまあいいんですけど、今回は山形ですね、山形対岐阜の話、別にこれはこれでなかなかショッキングな敗戦でしたけどね、の話をします。はい、いいですか。じゃあまあ、例によってちょっと今オーストラリアのブリスベンにいるから、作戦ボードもなんもないんですけど、やっていきます。まず山形と両チームのスタメンからいきますか。山形 4-2-3-1 ということで、はい、でなんとジョップが、ね、いきなりスタメンだったということでびっくりしましたよね。ジョップスタメンで、ゴールキーパー神田、右野々村、センターバック右野々村、左時田君で、右のサイドバックが真渡りかで、左が樋口君、ダブルボランチが山本康介と、安永ですね。でトップ下菊井で、右のウイングが佐藤じゃない、安藤だ、安藤を、左のウイングが 山口和真、まあ、でワントップが、ジョップという、はい、スタメンになりましたと。でサブに関してはまたちょっとまた後々話していきます。まあ、ジョップがいきなりスタメンだったよね。これちょっとびっくりしたけど、岐阜に関しては 4-2-3-1 ということでしたね。はい、でね、まあそうね、結果としてはショッキングな敗戦になったわけですけれども、内容だけ見るとやっぱすごい面白い試合だったと思うのよ。特に前半良かったよね。前半めちゃくちゃ面白かったなと俺は思ってて結構ね、まあ、失点は確か意味分かんなかったよ。最初の前半の最初の先制点献上はマジ意味分かんなくて、あれただの注意力不足ですからね、山本のね、ベテランらしからぬ。樋口くんのスローインの質と、まあ、チョイスは別に俺はあれは悪くないかなと思ってるんですけど、ちょっとまあ浮き球のトラップ、まあ、浮き球になっちゃうけどな、あの距離だとな、スローインはな、浮き球をこうトラップしようとしたら相手のところに流れてかっさらわれてって感じだったんで、まあ、あそこは寄せられてるんだったら蹴るか、寄せられてるんだったらこう周り見て事前にこのボール受ける前にこの準備をねしなきゃいけないんですけど、それをこう怠ってトラップしたっていう感じだから、ちょっとやっぱなかなかね、もったいないというかね。でみんなやっぱ広げてるわけなんで、まあ奪われた瞬間は山川のゴール前、しかもゴール前で奪われたから、まあそれはああなるわなって感じだったよね。まあシュートはもちろん見事だったし、左足のシュート で神田君が右利きなんで、神田君のやっぱここを取りづらいからね、右利きのキーパーは左手の下を取りづらいから、あそこすごいスピードで打ち込んできて、シュート見事だったかなと思いましたね。まあでもあれはちょっと正直ね、山本結構ちょくちょくああいうのあるんよね。なんかすごいいい時はいい時であって、なんだっけ、琉球戦がひどかったやったかな、ちょっと忘れちゃったけど、なんかまあすごくいいパフォーマンスした後に全然ダメなパフォーマンスするみたいな時も結構あるんでね、もうちょっと安定してほしいなっていうのはあるんで、気をつけてほしいですよね。そうで、まあ先制されたという感じだったんですが、まあ、ただ同点弾はすぐ生まれまして、はい、山口和真か、山口和真の一連の流れ見事でしたね。左からのクロス、そう、まあ、ジョップの競り合いが本当にほぼほぼジョップは勝ってたんじゃないかなと思います。そうで、そこでこう起点作って菊井のシュートのこぼれ球か、まあ、見事な分厚い攻撃だったと思うんですけども、まあ、でスコアは、ね、1対1になったんだけど、もう前半のパフォーマンスはすごいのよめちゃくちゃ良かった。そう、俺的にはね、まあ、やっぱり、山川はね、まあ、攻撃ももちろん俺は良かったかなと思うんですけども、まあ、攻撃に関しては 4-2-3-1 というか、まあ、4-2-1-3 の方が正しいかな。菊井が1個フリーマンで3トップこう前に張らせるみたいな感じ今やってると思うんですけども、まあ、もちろんウィングの選手が中入ってサイドバック高い位置取るっていうのはあるんだけど、まあ、なんせこのかなりね前の方で、まあ、去年にはなかなかできてなかったやつですよね。
高い位置と幅ちゃんと取れてるっていうのは今山岩の特徴としてあるからそれはすごくいいことかなと思うんですよね。でまあすごくね大外うまく使えていたと思うし、前半35分のあの一回ぜひね前半35分のゴールキックからのシーン見てほしい。ゴールキックからあの前進と突破すごくうまかったのに、ツートップに対して3センターバック作ってボランチ降りてね、はめられてると思ったら、安永だったかな、ちょっと降りてきてキーパーの横に立ってさ、神田君の横に立ってで、あの本当に見事にこううまく崩してね、あのパスも速かったし正確だったので、あの崩しは見事でしたね。本当素晴らしかったと思う。だからあのゴールキックからのシーンだけでも一回見てほしい。前半35分素晴らしかったと思うし、あとそれは岐阜も結構同じで、岐阜も岐阜で結構まああの攻撃面はすごくいいのかなっていう感じはしたし、ただねやっぱりこのチャンスメーカーの久保田がいなくなってしまったっていうところはやっぱあるのかなっていう、まあ、右サイド の, あの強引な突破ね、あのスピードで全部解決できてしまう感じ、あれはすごかったんで彼がいなくなってしまったのは結構痛いのかもしれないけれども、やっぱ岐阜とでも山川の違いはこの日は守備だったかなとは思います。守備すごく良かったんです。山川ハイプレスがね本当に効いててね、そうあのまあ、前からこ う, うまくはめてたと思うし、岐阜が結構2センターバックのままはめる時が多かったんで、その時には2トップ作って前からはめていって、サイドバックはサイドハーフを絞ってスライドしてみたいな、でボランチが時々飛び出していく時もあったから、そう結構高圧的に来てたんじゃないかなという風でしたね。まあ、442に対して442作ってたっていうのが大きかったかなと、まあ、あのミラーゲームではめたっていうのが大きかったかなっていう感じかな。まあ、ジョップはあの、まあ、その中でかなりこのチャンスに絡んでたと思うんですよ。惜しいヘディングシュートがもう2回ぐらいあったし、あと、まあ、一番惜しかったのはあのキクイのこのクロス、速いクロスに合わせたやつ、あれは枠入れて欲しかったけどミートできなかったんか、枠入ったけどミートできなかったやつかな。まあ、ジョップはねほぼ競り合いには勝ってるんでそうやっぱあの195、90キロっていうのはやっぱね、あのまあ、ディフェンスってやっぱその駆け引きでどうにでも結構なるところあるよね。でいかにでかいやつらであろうが体ぶつけるとかさ、コースに先に入るとか落下地に先に入るとかできれば大体勝てる時も多いんだけど、195、90キロっていうのはどんだけその駆け引きとか技術をやっても、もう歯が立たないところもあるわけです。そこでカバーできないところがあるわけだ、カバーできないぐらいのサイズなんで、やっぱジョップはだいぶすごいなっていう感じでしたね。まあ、J3 には絶対いないタイプですからね、ああいうタイプはね。だ本当はねジョップはねもうちょっとねなんかこのクロスをもっとね深い位置からこうもらえるとねいいんだけどね、なんかその折り返しって感じですよね。結構まだ早いタイミングでこうアーリークロス気味に上げてると思うんだけど、ジョップはもうちょっと早いタイミングではなく、もっと後ろから、あのもっと深くえぐってからのクロスだったらもっとチャンスあるんだろうなっていう感じだったですかねはい、ただまあ、前半山が11本ぐらいシュートって、すごく良かったと思うし、まあ、結果だけが足りないっていう感じでしたかね。そこから後半に行きまして、岐阜は後半から2枚替えと、でボランチと左のサイドハーフ変えたんかな、山が交代なしって感じか。まあ、前半より結構かなり拮抗したかなっていう感じで、まあ、岐阜はやっぱりこのスライドと、まあ、守備だろうな、守備にかなり変わったかなっていう、誘導とスライドがかなり速くなったから、まあ、そこがかなり山岐阜の良くなったとこなんだろうなというふうには思いますね。で、山が60分に交代をしましたね。樋口に変えて山本龍平、そして71分に2枚替えか、あごめん70分に交代か、安藤と村越変えたのか、そう、まあ、基本的に同じところっていう感じ。ただ山がの攻撃が結構この日はかなりこのジョップの頭生かそうっていう攻撃すごく多かったと思うよ。まあジョップ目立つしね、どうしてもやっぱそういったこの合わせる練習もしたっていうこともあるから、まあ、合わせろっていう意図が伝わりすぎたって感じですかねそう、まあ、普通にマーク疲れてる時でも上げちゃってたし、ジョップはねもうちょっとね時間がねあったりとか深い位置まで潜れればね、あのクロスが上げさせればマーク外すこともやるんですけど、ジョップがマーク外す前に上がってくるって感じだったから、ちょっとそこら辺は柔軟にやってほしかったなっていう感じはしたですけどね。まあでも勝てるっちゃ勝てるんですけども、やっぱその寄せられてる以上やっぱパワーシュート打つのは難しいし、枠になかなか飛ばせなかったかなっていう感じかな。まあもうちょっとこう周りが楽しすぎた感じはありましたね。ジョップに当てときゃ大丈夫っしょみたいな感じでもっとえぐっていかないとね、とはありました。はいでですね、じゃあジョップ中心に行くのかなと思いきや、そのジョップをねもう変えてしまいましたね。
あの別にこれはね、別に批判するつもりは全くないです。81分に3枚替えか、ジョップ、山本康介、浜渡りに変えて、滝、隅田、藤谷壮入れたのか、で、山口和真がセンターフォワードに行ったって感じだったかな。まあ、ちょっとなかなかね、シュートにはいけなかったっていう時間帯が多くて、まあ、やっぱちょっとジョップに合わせすぎたところはあったかなと思う。まあ、みんな素直すぎたっすかね。はい。で、結局、まあ、最後の最後にやられるという。そう。まあ、あれは正直ちょっと残念な失点ではあったかな。まあ、もちろんさ、ダメージはでかいよ。アルビンで、アディショナルタイムにああいう形で失点っていう、あれも結局ボランチのロストですからね。安永のロストから、安永もトラップしたとこまで良かったけど、そこから先考えてなかったし、まあもちろんさ、時間帯が時間帯ですからね、90分過ぎてるから、安永も結構フル出場で大変だったっていうのはあるかもしれないし、そこはもう全然加味してあげるべきかなとは、優しくあるべきかなと思うけど、ただ結局先制点と同じ形でやられとるわけやし、あのロストはね、ダメですね、あそこで。あの時間帯で。ちょっと軽率でしたね。やっぱ宮川も広げてるわけですから、あそこで真ん中でボランチのところで奪われちゃうとね、もうショートカウンターもろ食らっちゃいますんでね。直線的に食らってしまうから。まあ、そら決まるわなって感じだったかね。で、吉永がやっぱ奪われた後ちょっとパニックっつったのか、ちょっとマークも担当できなくて、時だとこのマークかぶったりとかもしてたし、で、大外にファー、ね、フリーのやつ作っちゃってね。もうショッキングなアディショナルタイムの不失点という感じになりましたね。まあ正直ね、これね、申し訳ないけど、あれ監督のミスじゃないけどね選手のミスだと思うぜ。もちろん監督が現場の捜査責任者であることには変わりはないんだよ。変わりはないんだけど、あれで監督責められるのかわいそうだと思う。まあできることはちゃんとやったと思うよ。なんか結構なんかツイッターとか見てるとな、なんか結構下野さん何しとんのみたいな、下野さんの限界だなみたいなさ、交代下手すぎみたいな結構あるんですけど、いや俺が監督の立場に立ってみても妥当な交代だと思うけどな。ジョップ外しまくっとったから、さすがにもうあそこまではもう面倒見れないですよね。ジョップ決定機だって5、6回4、5回あったからね。そこはやっぱ一本も決めないといけないのは、だから、まあ、別にその、ね、若い子だったりとか、新しく入ってきてくれた選手っていうのもあるから、もちろん選手には優しくあるべきなんだけど、あんだけ外しとったらやっぱさすがに擁護はできんから、あれで監督責められるのかわいそうやって、やられるとかやってるよ。だってもう試合全体で見たら、岐阜より山川の方が試合は支配してたと思いますよ。で、残念ながら負けっていう感じでね、で岐阜は首位に立ったのかな。山川今季2敗目、18本打って1点ですからね。普通に決めれなさすぎってだけじゃないですか。なんでみんなそんな、ね、下田さんに厳しいんだろうね。なんか、いや、ね、分かるよ、七海さんにお前厳しかったやんって、お前俺に言うのは分かるんだけど、それは七海さんがその道を選んだからですよね。まあ自分の責任ないみたいな、めっちゃ責任残りみたいな感じの発言だけど、だって七海さん自身がもう結果求めますって言ったんだもん。内容関係ないです、もう結果ですみたいな言い始めたから、そりゃそっちに俺もだって言っちゃうでしょ。もともと内容を求めなきゃいけないっつって、両方求めなきゃいけないっつって入ってきてた人なのに、いつの間にか自分で諦めて山川降格させて、そうで降格する前に結果欲しかったのに、その時は内容求めて降格して昇格しましょうって時に昇格争いしてんのに、内容より結果とか言い始めたから意味が分かんないじゃん。だからそれは結果を厳しく見ますよって感じになるけど、こっちも下田さんは違うから両方求めようとしてくれてるん で実際結構この試合良かったと思ったんだけどね。なんかみんななんか見る目厳しくなってるよね。なんか無駄に厳しいなっていうのはすごく思う。だからもうちょっと優しくあってほしいし、もうちょっとこう監督の目線に立って見てあげてほしいかな。やれることは全部やったと俺は思うけどな。正直選手の問題だったと今回は思いますけど、みんないかがお思いでしょうか。じゃあコメント読ませてもらって終わります。どうよ。よかったよな。もうちょっと優しくなってあげてほしいけどな。みんなコメント読むわ。200人近く来てる。ちょっと今日早く終わりそうだな。よしよし、いいテンポで終われた。
めん、あー、けど玉さん目の前で見てちょんぼりしてる、厳しいね。いやー厳しいね。いやー残念だったな、あれで負けちゃうのがちょっとな。ああ、でも七海さんって結構持ってる人ではあったからな、大して作ってなくても相手が勝手にミスってくれて、それをちゃんと横山とかルカオが決めきるっていう感じだったから。田中パウロもそうだけど、まあそこも含めて監督の実力ですって言われたらそりゃそうなんですけどね、かわいそうではありますよ。ね、いい攻撃だったよね前半ね、すごく良かったよね。岐阜サポありがとうございます。ナーコナーコさん、ジョップとキクイ怖かった。あ、でも岐阜の11番得点王なんでしょ、すごいね、あのなんかチャラそうな見た目の人。山口良かったね、あ、山口はすげえ良かった。あ、このままやり続けるしか、いやそうだよね、うん、そうだよ、別にこのままでいいと思うけどな俺は。うーん、まあ、もっとやっぱみんなもうちょっとやっぱ成長しなきゃいけない、もちろんそう、俺もそうだけど、俺も含めてな、頑張ってるけどな、 俺から 見たら前半でもう1点ぐらい取れとったらな、うん、それなんだよな結局な、決定力だよな。以上です。な、この試合で勝てないのはきついけど、まあ勝てるようになるためにいつか勝てるようになるから、うん、応援しましょう。以上です。お疲れ様でした。終わり。ありがとうございました。頑張ろうな。応援しよう。ほら。明日また動画出しますんでよろしくお願いします。じゃあね、明日はね、サンシャインコーストというしてビーチ入ってこようかなと思います。ほな。じゃあね、オーストラリア楽しみます。